バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるわ。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間を発信しています、シンガーソングライターママのひよこです。声のバニラスカイも最後までイチャイチャとゆっくりお付き合いいただけたら嬉しいです。今週もよろしくお願いいたします。実はですね、イッシースタイルの、イッシースタイルっていうのはうちのファミリーのことなんですけれども、長女のシノンがですね、今回パリオリンピックにボランティアで参加することになりそうです。パスポートの問題であったり航空券の問題であったりクリアしましたら、問題というかね、タイミングっていう運命的なね、いろんなものがねこうカチカチカチっと合いまして、着々と出発に向けて準備が進められそうなんですけれども、決戦金曜日みたいな決戦は金曜日なのか決戦のなのか分かんないけど、今ちょっと濁っちゃったけどね、そのくらい明日になればどうかなって感じなので、ぜひ来週のねバニラスカイではハッピーなまたお知らせができるんじゃないかなと思いますけれども、ひとまず一晩私と一緒に、私たちと一緒に音楽の音、いや時間を操作する神様、ちょっとだけ時間をお待ちくださいみたいな感じでお祈りいただけたら嬉しいです。では今年も夏が来ておりますが、鹿児島まだ梅雨が明けない。あらあら、なんかうちの母曰く四季じゃなくなって五季になったんだよって、私もまだ検索してないんだけどね。もう日本の四季折々にもの素敵な文化が増えちゃったの、まあ、そんなね地球とも会話をしながらハッピーハッピーに過ごしていかなきゃなと思っておりますけれどもね。まず1曲目、夏といえばこの曲、タオルフリフリで盛り上がってもらってます、陽光の曲でラブ、お聴きください。いただきました曲は陽子でラブでした。まあね、この曲はいつもねオケで歌う、アコースティックでギターと一緒にっていうのはなかなか、あとピアノもねなかなかなかった曲ですけれども、なんとこの間熊本県球磨村の神野瀬でね、水害があった場所なんですけれども、復興支援活動の一環で集いがありましてね、でそちらで、娘のシノンとそしてカノンと一緒にねアカペラで I fall in love with you ってねハモってね、でみんなに今年のもタンテタンイーみたいな感じでね
盛り上がっていただきましたよ。まあ楽しかった。アカペラって気持ちいいのよね。でね、アカペラは皆さんにまあワンポイントレッスン的なアカペラを楽しむコツ的なね、メッセージをお届けしたいなと。息をいっぱい吸います。そして自分の声って、まあ、よく今ねしゃがれ声ですけれども、普段の声はねよく MC と歌う声違いますね。歌う声綺麗ですねって言ってもいいけど、いつもの横の声はどうなんだってツッコみたくなりますけれども、それはさておきなんか自虐ネタだなまあね。で息をいっぱい吸い込んで自分の声が響くこう、まあ、周波数的なのがあると思うんですけれども、もう思いっきりねわーって声を出すんですけれども、この響くかなと思って、まあ、声を出して歌いますよね。その時に空気、吸った息も吐いた息も味方にするんです。でこの味方にするってどういうことかというと、響くでしょ、こうやってあっていうのとあっていうの全然違うでしょ。だからこの響きをちゃんと聞くの、自分がするとね、まあ、ストリートライブとかあとアカペラとか外で歌ってもお部屋の中で歌ってもマイクを通してね、まあ、声であっても通さない声であっても一定してね、空気さえ味方につけちゃえば、自分が吸って吐き出した声の響きさえね自分の耳で確認できれば、もうそれはそれはどんな環境であっても響いて、そして自然の中で歌うアカペラとかも地球が吸収してくれるのまで分かってね、力を入れずにもうさーってこう引き込まれちゃう。例えばね、聞こえてくるって、これもちょっとねあんまりまだいあの息を空気を味方にしてないけど、まあ例えばですよ、聞こえてくるあみたいな感じでね、自分でこうやって歌ったら響くなみたいなのをね、まあこれ外でやってみて、ぜひなんかね、本当マイクのない何もないって言ったらあれだけど、私って本当この星の一つなんだなみたいな、スピリチュアルが好きな方もそうでない方もうわー生きてるっていう感じでね感じてほしいなと思いますよ、よくはね。ではここで2曲目、陽子の曲でね、夏の風物詩6月堂とか夏祭りとか、皆さんが平和を願ってね、暑さの中大好きな人たちと肩を並べてイチャイチャしているところを思い描き歌詞を書きました。陽子でサイ。
お聴きいただきました曲は陽子でサイでした。陽子はですね、あさっての金曜日、違う、あさっては土曜日だよ、土日月と3日間、キリンビールの一番搾りのビアガーデンセンテラス天文館で開催されます。この3日間はですね、お昼の12時から夜9時までずっと開催中です。なんと今年陽子は13日は終日おります。定期的に歌って会場盛り上げては皆さんと一緒にビール乾杯。陽子はなかなか飲めませんけれどもね、その皆さんの笑顔でお腹いっぱいみたいな過酷な3日間がビール好きの陽子としては過酷なんですよ。だけど皆さんのね笑顔で本当心が満たされるので、ぜひ遊びにいらしてください。で今回はですね、14日はデュークエイセスの大菅秀樹さんがまた今年もツアーとして鹿児島にいらしてくださります。でその司会とゲストでお手伝い、そして陽子は柳田ファミリーですので、まあ、うちのねデザイナーのお父様柳田先生がよくお弁当作ってね、ドリンクしてねということでシノンと一緒に行きます。でそれが終わった、まあ、5時ぐらいにはまたセンテラスの会場に戻ってきて、ビアガールちゃんたちと一緒にビアガーデンを盛り上げて夜9時まで。で翌日は今年なんと鹿児島県高校のね小船の、軽音楽部の方の審査員をさせていただくことになりまして、7月15日は陽子は審査員ということで、ちょっとね夕方までセンテラスにはおりません。なのでまたその15日の日曜日も夕方6時からということですね、うん、なのでぜひ陽子の歌声は SNS チェックしていただいて、あ今日ここに来れば陽子に会えるなみたいな感じでね、はい、ぜひ追っかけていただけたら嬉しいです。そして石スタイルいろいろと出演続きますけれども、まあぜひね、SNS やそしてパニガスカイ越しにね、楽しい音時間会いに来たよって感じで沖縄からも遊びにいらしていただきたいなと思います。ではでは今夜3曲目にお届けしたい楽曲でございます。カバーアルバムスターズより真夏の果実、お聴きください。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。まあ今日はね、私たちもこの宇宙の一つなんだ、堂々ともっともっと自分のことを大事に輝くべきだ、この気持ちを次の世代にね植え付けたいと
陽子は勝手に植え付けプロジェクト、子育てを通してしてきましたけれども、なんだ植え付けプロジェクトってね、プレジェクトじゃないし、プロジェクトはですね、ちゃんと受け継がれてたなと。でね、今回そのパリオリンピックも、まあ、話せば長いんで来週ねちょっとまた確定し次第ねお話ししたいんですけれども、鹿児島を代表するヒーロー、ジャンケンマン、私がサウンドプロデュースで、石井ファミリーがね、石井スタイルが関わってるジャンケンマンですけれども、まあ、娘がねいろいろとボランティア活動やステージなどでね大きくなっていく姿もあれば、そして私の、まあ、サポートミュージシャンとして活動して多くの方に認めてもらうその努力っていうものがね結びついて、今回このパリオリンピック行きの話が出ておりましてね。で、まあ、ジャンケンマンはね子供たちの笑顔のためにねいろんな活動、サッカーであったりとかジャンケンを通してね行ってますけれども、まあ自分がね、私がね共感することがあるから彼を通して子供たちの笑顔になればと思ってね一緒に活動を、まあ、私が手伝える範囲だったら手伝ってきたし、そして周りの方々なんてもっとね力強いサポートで彼をね支えて盛り上げてきたわけですよね。なんですけれども、今回そのパリオリンピックのボランティア、まあ私もね行こうと思えば手伝えたかもしれない、参加資格をもらえばね、だけど次の世代に託すっていうのがすごく大事だなって思ってます。うちの娘が娘だから託したわけじゃないんです。たまたま私の周りでしっかりとした愛情を持って自分のことも大事にできて周りの人のことも大事にできる、そして何よりも私のビジネスパートナーとしてはもう絶大な信頼をね、はい、持って一緒に仕事をしてきてますので、たまたまそれが高校生で、変な言葉だけど大人顔負けではなく大人変なよね、なんかああしましょうかっていうね、無責任に受けちゃう大人よりも子供なのにっていう言い方でびっくりされることがしばしばありましたけれどもね、それはまあ失礼な言い方かもしれませんけど、周りがねそうやって評価してくださる娘がねたまたま高校生で、そしてたまたま自分の娘たちだったっていうね主人と私からしてみたらね。でまあこの話が出た時にね、まあ旅費とかボランティア活動は基本実費なんです。で今航空券も高いので大きな金額は動いてますけれども、これも初めてやっぱりねフルーティストの卵を、そして、歌い手の卵として活動しているシノンからしたらね、ちゃんとスポンサー自分で見つけてそれを背負って責任のもとね頑張るっていう、だからすごくいい機会をね音楽の神様がチャンスをこの夏与えてくれてるなと、ほんと感謝です。でまたね明日、まあ、確定すればまた SNS でちょっと、まあ、タオルやね T シャツの予約販売であったりとかスポンサー様のお願いとかでね、旅費も賄えるように活動してますけれども、また見ていただけたらご支援いただけるようであればねぜひお願いしたいなと思います。ではねそんな、大好きな娘が私の志を倍以上受け継いで頑張ろうとしている夏、新曲も着々と進んでおります。いろんなところに提供をね進めております。まあ本当日々感謝だなと思った時にね、忘れちゃいけないものっていうのは自分の中にあるよなと思いますよね。今夜最後にお聴きいただきたい曲、ヨーコでファーストシングルよりアンフィニッシュストーリー、お聴きください。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心、満たされてく。やっと探し
一つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡この空の下大切な思いは時間をかけて受け継がれてく続いてく何度立ち止まって聴きいただきました曲は横でアフィニッシュとストーリーでした。とにかく初心を忘れない、言葉遣いであったりとか価値観であったりとか気を使う時のね志し方とかね、あこれじゃいけないよなとか、あ間違っちゃいけないなって自分でも思いながらねいろいろ取り組んでいますけれども、まあなかなかね綺麗事だけでは済まない世界にこんなに美しいものを見せてくれるんだありがとうって、あ今の歌詞メモだな、ほんとそうやってね毎日感謝に絶えません。皆さんが大事な方ともっともっとハッピーでありますようにという思いでよくは活動を始めます。活動していたんですけれども、ほんと最後ねもっと自分がキラキラしてね感謝の気持ちを持って活動を再度始めます。なのでこれからもねぜひお付き合いいただきたいなと思います。では皆さん、来週までめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。よくもめちゃくちゃハッピーに過ごします。人って息を吸うために、生きているのではなくて、息を吐くために生きているらしいです。なので怒りをね持つとハッハッハッってこう息を吐くのが早くなってしまう。で人って寿命というより息を吐く回数が決まっている説があるらしくて、一説によるとね、でその時にじゃあ穏やかに吐けば長生きできるよね、荒げて吐けばその命はねもしかしたら短く自分でしてしまうのかもしれないと。でそんなこと言われたらね、私なんて人一倍ゆっくり吐いたり人一倍早く吸ったりとかするわけですね。あ、私の大事な命がこうやって歌うことによって、そう歌って呼吸ですからね、歌うことによって生きている価値が見出せる、生きている意味があるっていうことは、もっともっと美しい言葉を綴ろう、綺麗な音を綺麗な音色を共鳴させよう、まあ、そうやってとね思ってるので、この夏は今までのまた新しいご褒美が周りの方や僕の方にね届けられるのかな、周りの方々がそうしてくれるのもあるしね、そんな思ってね、楽しみに、過ごせそうです。今年もね、なので皆さんも一緒風邪だよもう なので皆さんも一週間めちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。陽子も負けじとハッピーハッピーに過ごします。では来週まで、せーのバイバイハッピー。